ジャッカルです。バイオリン歴4日目の、ジャッカルド・ソワソンです。今日は、音階、に挑戦しようと思っております。まずはバイオリンの弦なんですけれど、1弦が、E の音、ミなんですね。で、2弦が、A の音だからラーですね。で、3弦が、D の音だからレーです。で、4弦が、G の音だからソーですね。こう4弦の方から、やっていきたいなと思います。ここかな。で、チューニングはね、楽器屋さんから、もらってきて、そのまんまなんですよ。まあ、なんせ初めて触る楽器なんで、下手に触ったら変なことになるかなと思って、もうちょっと慎重にという、あれなんですけど、どうしても一弦がね、全然狂ってたんで、一弦だけチューニングしました。で、全体的に2弦、3弦、4弦は、そのまんまなので、普通の、まあ、基準の音よりか、ちょっと高めのチューニングになっております。440Hz ではなくて、230Hz ぐらい高いかなという感じになってます。開放弦がね。それでは、ドレミに挑戦します。高い方まで行って、ここから上がってきたと思います。以上、ジャッカルの初めてのバイオリン、第1話、この前は最初のやつはゼロだということで、第1話、音階、ドレミファソラシドに挑戦でした。それではまたよろしく。